姿を現したロビンはやっと出会えた仲間を守るため自らの死を望んでいた。ルフィたちの必死の呼びかけを嘲笑うスパンダムは世界政府の強大さを誇示。あこのタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターゴールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの？バスターコールとは、多数の軍艦によって島一つを地図から消すほどの大規模攻撃である。それはロビンの過去に暗い影を落としていた。20年前、ロビンの故郷オハラがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、研究とは無関係の島民をも巻き込むバスターコールを発動する。その結果、オハラの存在は跡形もなく消え去り、幼いロビンはただ一人、政府の所業に疑問を抱いた青生地によって見逃されて生き残った。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。ロビンの決意は固く、あくまで一味の助けを拒もうとする。増長したスパンダムは四方の塔の屋上にはためくある旗を指さす。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。立てつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか？この女がどれほど巨大な組織に追われてきたか分かったか？ロビンの敵はよく分かった、ソゲキング。ん？あの旗、打ち抜け。了解。必殺！ファイアバードスター！やりやがった！海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった！正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きてられると思うなよ！望むところだ！ロビン！まだお前の口から聞いてねえ！行きたいと言え！ロビン！ロビン！望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は行きたい。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ。必ず助ける。ニコロビンを正義の門に連行する。うち、お前は俺の命を守れ。俺だけでも抜け出せたのに、今手を振り切れねえ。のカティフラムを取り伏せろ。勝手に逃がすんじゃねえ。ついに四方の塔にまで来やがった。とっとと正義の門に行くぞ。みんなが必ず助けに来てくれる。えいよっ。ロケット、ロケット、いや、セカンド、ピスコール、よっ、ヘッド、ハッ、アイフ、ウィン、ヘッド、ハッ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 
ホームンたちのことでいい。世話になったら今は俺がスーパーな大戦力となってやる。勝手にしろ。俺はまだウソップのこと根に持ってんだからな。いや、仮面つけてそこにいるだろう。ためらいの橋に行くには地下通路を通るしかねえ。早く行くぞ。ウーバーじゃ。ためらいの橋へ通じる扉の鍵はわしらが持っとるからの。うわー、わらららら、出た出た。上等だ。叩っ切る。よし、お前は俺を守れ。リンゴなら任せろ。オラが開けられてきやがった。ちょっこら休憩室に行ってくるぜ。キリンの持つ底知れぬ破壊力をとくと見よう。その長え首、弱点にならねえといいな。お前も不憫なやつだ。一生キリン人間とは。キリンの何がおかしいんじゃ。わしは気に入っとると言うとろうが。
やるならやるぞ。わしもさっきからお前が邪魔でかなわん。やってられるか、草食動物。俺は他の場所で戦う。狼のやつどっかに行ってしまったぞ。俺はキリンの相手で手一杯だ。そっちは頼んだぞ。アマネダチでお前を真っ二つにしてしまいじゃ。アマネダチ、苦難上等、好む者なり修羅の道。アシュラ一部銀、侮ったようじゃわい。ここなら存分に暴れられそうだ。続きと行こうぜ。誰に喧嘩売ってんのよ。来いよ。俺じゃしびれにかなわねえ。残りには CP9 は俺に任せろ。俺にできねえことをお前がやれ。よく考える。状況を読め。お前がいればロビンちゃんを救えるんだ。ウソップ。そうか、分かったぞ。
神は食物を作り、悪魔が調味料を作る。少し辛みが効きすぎたの。うわせっしゃー、こいつらまともじゃねえ。よし、先に進むぞ。麦わらの一味をためらいの橋に向かわせるな。はっ、お前を許してないんだからな。だから一緒にいたじゃねえかおめえら。スーパー高い場所からならスパンドを止められるか。聞こえてんのか？返事くらいしやがれ。
あなたそれはバスターコール用のなんてことを。ジェイ、うっかりした。バスターコールをかけちまった。よく来た。あ、後のやつ。ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。扉の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ。会えはしない。もう二度とだ。長官はニコロビンを連れて先を追いすぎる。私はここで海賊を始末しておきます。頼んだぞ。お前だけが頼りだ。バスターコールで来る軍艦のためだ。あの門が閉じている間は渦潮が発生して船がまともに制御できねえ。バスターコールによる砲撃が始まった。この島全体が崩壊するのも時間の問題だな。うわ、天井が崩れて瓦礫が。早くためらいの橋へ向かえ。四方の塔が崩れるぞ。キャッカー、ピストル、よっ、ゼット。たとえこの島の形が滅んだ、あの女は俺が地の果てまで追って消し去る。闇の正義の名のもとに。やっ、さあ、ロビンを逃がすために俺たちは来たんだ。六王眼。ルフィ、お前何やってんだよ。起きろ。ゾップ、お前、来てたのか。勘違いすんじゃねえぞ。俺はロビンを助けるためにここへ来たんだ。お前の顔なんか見に来たわけじゃねえ。おい、こら、CP9 のボスネコ。さあ、俺様が相手してやる。かかってこい。え、おい、やめろ。バカか、やめろ。ウソップ殺されるぞ。黙れ。じゃあ死に損ないのお前に何かできるってのか。こいつは俺がぶっ飛ばすんだ。だったらすぐに立てよ。ここが地獄じゃあるべし。お前が死にそうな顔すんだよ。みんなで一緒に帰るぞ、ルフィ。
止まりやがれ。やった、ゴロゴロの悲願のと、はっ、ゴムゴムのでっかい、ゲットガトリン。Come on.
ストライなら、あの女ごと吹き飛ばせ。大将は青木より言われている。大将青木より、よしね、天下砲撃開始。多いすぎだ、逃げすけ、全員死に。バスターコールの砲撃が激しさを増し、海軍の増援も押し寄せる中、絶体絶命の一味を助けたのはもう一人の仲間だった。迎えに来たよ、メリー。ゴーイングメリー号に乗り無事帰還を果たした一味だが、すでに限界を迎えていたゴーイングメリー号はその直後に大破してしまう。なんとか修理してくれと頼むルフィをアイスバーグは諭す。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんか遠に超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。アイスバーグの言葉を受け入れ、ゴーイングメリー号の最後を静かに見届ける一味。ルフィたちはゴーイングメリー号との数々の冒険を思い出す。ゴーイングメリー号か、いい船だな。行くぞ、グランドライン。すげえ、船が空を飛んだ。そして再び不思議な声が響き渡る。ごめんね、もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね、ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞ、メリー。俺火事下手だからよ、お前を氷山にぶつけたりよ、帆も破ったことあるしよ、ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ、ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。海賊船ゴーイングメリー号は一味への感謝とともに海底へと沈んでいった。